あ、なんか行きたくないかな。ちょっくらコメント欄見てみよう。ポチッとな。なになに、プラチナの称号を目指してほしい。そんなん楽勝っしょ。花ほじい。じゃあどんな称号があるんかな。なになに、お、手動だけで次の楽園クリア。楽勝っしょ。これでいいや。チャレンジしてみよう。やめえ。負けすぎて頭おかしなるわ。すでにおかしい敵。荒ぶりすぎ。もうあれだよ、負けるのが分かってて挑んでるんだよ。しばらく DQ 見たくなくなってしまったわ。それは動画制作する上で困るな。ほんそれ。負けすぎて竹丸さんも、うずくんだよ。とか言ってる時の安全な竹丸さんじゃなくて、今にも殴りかかってこようとしている時の竹丸さんだよ。竹丸さんで例えられてもわからんが。異常なまでの竹丸推しに草生えますよ。てか無理、絶対勝てない。ああ、はぶてたな。しょうがないですね。そんなあなた朗報です。何？前回コメントで。D2 の企画ならいいものがありましてね。へへへ。って言ってた怪しい情報屋がいたじゃないですか。うんうん。その方から新たな情報をいただきまして。はい。こんな感じです。言うの忘れてましたが、サポーターありでも称号取れますよ。はぁ？草。前回サポーターなしの4体でクリアしようとしてましたけど、サポーターありで儲けみたいですね。悲しいなぁ、知らんかった。魚食の10号がいいって教えてくれてますし。お気遣いの紳士だな。怪しい情報屋さん、ありがとうございます。下のコメントくれている方に至っては、使用リベレーターまで教えてくれてるぜ。視聴者におんぶに抱っこですね。これだけ情報くれている人がいるんだから逃げないよな。やってやろうじゃねえかー。決まりだな。それでは行きましょう。はい。ってことで下道縛りで、次の楽園10号に行ってきます。これで勝てたらコメントくれた人に足向けて寝れねえなー。サポーターは義経一択だって謎の情報屋が言ってた。安心、安全の情報屋。サポーターありだったらなんとかなりそう。義経の勝利のチャクラでギャンラン MP 回復しないといけないからな。次の楽園は連戦ですから勝利のチャクラ持ちで効果力の義経は必須ですよね。てか何選別してんの？いや、異能義経で、恩恵の楽園つけてる人いないかなー、と思って、いやしい。義経に頼り切る気満々ですね。うるさい、もう負けたくないんだよ。切実だな。結局のところ、いくら戦力を揃えて挑んだとしても、オート戦闘で勝利っていう縛りプレイだから、最終的に運頼みになるんだよね。今回はいい方に運が傾くといいな。頑張って応援します。あ、ちょっと突っ込みたいんですけど。はい。コメントではメガネのリベレーターがおすすめってあったんですけど、チャイナお姉さんにしてるのはなんでですか？スピードが足りないってのが一番の要因だけど、たまに回復してくれたり、死んだら相手を呪い状態にするのが、魚食のボス、ケツアルカトルに有効だったので、チャイナお姉さんにしました。自分の趣味ってわけじゃないんだな。もちろん自分の趣味の部分もあります。さ、めっちゃいい調子。ですね。ケツアルカトル、出てこやー。楽勝じゃん。余裕っぽいですね。セアカトルの再臨忘れてた。これはうざい。
リッパー AI が暴走してくさ。リッパーの AI がやばい。一転してピンチに。カンフーが足りないみたいね。よっしゃー、やりましたね。途中リッパーが突撃した時は笑ってしまったけどな。もうリッパー首。グッバイリッパー。リッパーの悪魔解説動画まで作ってあげたのに、飼い犬に手を噛まれるとはこのことだよ。辛辣。早速称号を見に行ってみようぜ。はい。リベレーターズの任務だ。君に対処してほしい。下道と共にあるもの、かっちょいい。早速プロフィール画面から装着しなくちゃ。おほう、超かっちょいいじゃん。満足そうで何よりだな。おめでとうございます。はいどうも、下道と共にあるもの、またの名王子紳士です。気に入ったな。嬉しそう。よかったらこの動画を参考にしてみんなも下道と共にあるもの撮ってみてね。コメントの情報屋の皆様ありがとうございます。ありがとうございます。この動画が気に入った方はチャンネル登録と Twitter フォローよろしくです。ツイッターアカウントは下の概要欄に貼っております。それではご視聴ありがとうございました。今後ともよろしく、よろしく哀愁。